はい、おはようございます。永田です。さて本日のバブはリグコンティを解禁した時ぶりに使ってきました。このキャラがね解禁されて、まあ超ざっくりだいたい2ヶ月くらいなんすけど、まあまあ評価高めで現環境を走ってる、そんなイメージっすね。まあゲームやっててもちょこちょこマッチングするしね。まあ言うても前後に解禁されたキャラ、赤ヘビアとかスローネツバイカ、まあ、そいつらの味付けが異様に濃すぎて、まあ、どうしてもそれと比べるとね影が薄くなってるのは、まあ、否めなくはないんすけども、まあそんなバケモンにはバケモンぶつけんだよみたいなところで成り立ってるこのゲームの中で、すげえ綿密な調整でかつそれでいてちゃんと戦える、まあ、いわゆる両キャラ、まあ、このゲームで両キャラっていうとね別に褒め言葉ではないよみたいなこといつも言ってるんすけど、まあ、こいつに限っちゃちゃんと戦えてるからね。なんだろう、2000コスのヘカテみたいな、そんな立ち位置なイメージ。 PDF とか GGGP で賞金取るぞみたいな、まあさすがにそこまではしんどいのかなとは思うんだけど、まあ、普通に100円入れて普通に強くて戦えるみたいな、そんな感じのキャラっすね。まあ弱点上げるのであれば落下テクに自由が効かないことかな。横特写は落下するまで、まあ、メインキャンセルするまでちょっと長いし、でさらに横にしか行けなくて、で拡張は振り向き折りテクではあるんだが、自分の一番強い、まあ、特角ショットクロー格闘を封印して戦うことになるからってところで、まあつまるところ落下しながら前進するっていうのがね難しいわけだから、武装の性質上受けはねめっちゃ強えんだけど、攻めるとなると少し頑張んなくちゃなってとこっすかね。まあ言うても敵を追いかけるとき優秀な N 特角っていう格闘はあるんで、前に出なきゃいけないって時は、まあ、それをぶん回して決まるといった感じか。これが仮にアメキャン持ちとかだったらもっともっとやべえキャラになってガチ戦入りとかも夢ではないような気がするんですけど、そこら辺どうでしょう。結構ねブレーキがかかってる印象があるんだよな、いろんな武装に。サブもねアシストめっちゃ強いけど、さっきも言った通りアメキャンないし、ゲロビは相当重厚補正とか弾速とか優秀だけど火力抑えめみたいな、ところどころブレーキがかかってる、まあ、それでいて強いのはすげえな。まあそこら辺もね、今までの赤ヘビアとかツバイとかの暴れっぷりでさらに際立つみたいな、まあ、逆にそいつらがぶっ壊れてやらかしてくれてるおかげで、まあ俺やべえことやってんすけど両キャラ判定ダンスはみたいな、そういう見方もできんことはない。まあそんな感じの現環境だとかなりいい位置にいて、まあこれから弱体もね絶対なさそうな、そんなリーグコンティを見ていきましょう。よろしくお願いします。さて2戦目なわけで、前半はかなり手堅い射撃戦で場を構築していく感じか。まあ、さっきからねちょいちょい使ってるシャシャ単発のビーム打つやつなんすけど、これね弾速がちょっといいのかわかんないけどね、微妙になんかよくわからないんだけど強いんで、まあ、暇だったら巻くところか。さあゲロビが強くてしっかり格闘の追撃も入れていくと、さあこのまま近距離でショットクロー格闘でと思ったらマックスターがぶっ飛んできて横とく、しかしスーパーアーマーさらに爆風で転がされてしまった。あともう少しで覚醒が溜まるがサイクロンパンチで打ち上げられて、だがスバーハーのカット、そこからバーストが溜まってるので、まあ、吐いて相方が溜まってくれりゃいいかなって感じっすね。しかしゼロが相方の方行って、そしてマックスターから目を離したくないので、まあ、そちらも見ておくと、深く吐かせて早く吐いてくれからの金ピカに光ってるところ、さあ一度下がってといったところで流星胡蝶拳は過剰にステップを踏んで逃げつつ、さあウィングゼロ改めて疑似タイマン、まあ、近距離戦に持ち込んでしまえばリグコンティオの距離なのでゲロビで揺さぶりつつ、だがバスターライフル引っかかってしまうが強気の N 特角横横意外と早かった発生、そっから特角派生ショットクローでポイーと捨ててかっこいいやつだ。てかこの特角派生ブーストキャンセル不可能ってところもブレーキ要素だよな。ここは別に入れなくてよかったと思うんだけどね。個人的には前角ワンヒット特角派生、もう一回前角ワンヒット特角派生みたいなループコンボで火力を出したかったところではある。さてウイングゼロ落とせたところで次はマックスターに前特角でちょっかいをかけるが爆風でそこら辺は咎められてしまった。まあ、とりあえず落ちていいので無理やり N 特角しっかり届く長いからの特角派生、かっけえなこの派生は。いよいやー令和の最新 3D モデル技術で動くリグコンティオ最高だぜ。しかし気持ちよくなっていたら相方が大変なことになってて、こちら C 角持ってるのでまあゼロ落ちを目指しましょう。
あとこの機体強い要素もう一つが、おい横特撮へ、強い要素のもう一つが機動力が普通にいいんすよね。まあそこら辺を使って逃げていきたい近寄るウイングゼロには忍ばせておいた横特角で吹っ飛ばして相方が追撃で終了。それでは3戦目見ていきましょう。この対戦はね、各チャーのショットクロー停滞からの射出、その射出が2回誘導することはみんな知ってるとは思うんだけど、それがねなんか1回ありえん誘導したからね、そこら辺注目していただきたいなと思います。さあ敵の編成はクワンタとローゼンズール、まあ、なんとか分断してショットクロー角刀分回してそんな感じではありますが、後ろからソードビットも来てなかなかバリアブルビームランチャーを撃つ暇がねえ。そっからのシャチャー、さすがにそこまでの上下誘導はなかったが、まあ、さっきも言ったけどほんのりね弾速が速いような気がするんで適当に打ってはいるんですが、しかしいい感じに分断、コンティオ戦隊頑張ってくれて、ゲロビカスヒットからのショットクロー連続攻撃に移行する。この最終弾のね捕まえて投げるところ、パイロット死ねよのセリフといい感じに音はめがされててね気持ちよかったりするわけですが、だがローゼンズルのサイコジャマメガ粒子砲で寝かされてしまった。さてそろそろ例の拡張があるんじゃないですかね。ここショットクロー飛ばして一回誘導グイーからのもう一回ブスーって刺さってめちゃめちゃびっくりしたんだよね。いやまあ結構強えのは知ってたけどここまでとは。ワンチャンおじのだらしなさに見かねてキールームからシャクティがなんかよくわからん脳波でショットクロー操作した可能性もあるかもしれない。さっきか何でもできるね。しかし当のクロノクルは苦しい状況、最後の前特角も出ずまたまたこけてしまったわけですが、さあ N 特角信用しすぎたか緑ロックで空振ってしまったが、ここはバーストアタックやっていきましょう。胸部のメガ粒子砲で落としきってちょっと後隙が長かったかなローゼンズール、まあ言うて緑ロックからの攻撃だったんで撃墜まではいかなかったが、さあここはローゼンズール追い込んでいきたいわけではありますが、さあ強気の N 特角迎撃されてしまったが、実はねここ N 特角初段当たってたりするんすよね。さあそこからクアンタが覚醒して相方に切りかかってて、まあそこら辺は助けられないのでメイン横特射でダウンを取るが、相方撃墜までされてしまったと。さあどうするか、前特角杖からのまあ少しでもダメージは欲張っておく。こうなってくるともう一回クアンタのコースも大いにありけりなので、そこから置き攻めの構えに行きたいが、対話されるかと思いきや対話拒否の C 角抜け、相方がねコスオーバーしてるんで、まあ、少しでも時間が惜しいと思ったらローゼンズールも落ちて、うおー N 特角すげえ。こうなってしまうとクアンタ殴った分覚醒無駄に溜めてしまってやってしまった感じではあるが、ローゼンズール特角もう一回 N 特角、意外とオバヒでもつながるこのでかいサーベル、さすがだ。さあ相方が C 角振る、そこら辺はもう信じるしかない。ローゼンズール最後の覚醒吐いて、まあ、このお互い敵の2人の覚醒をなんとかやり過ごしたい。クアンタの覚醒が終わって、あとはローゼンズールの覚醒が終わって、あとはこちらが突っ込むだけで、相方も C 角終わってしまって少しでも時間が欲しい。もう一度抜け覚醒を選択して無理やり覚醒技は入らずではある、間に合ってほしい。バリアブルビームランチャー、この照射ビーム伊達ではない。ローゼンズール落として終了。それではラスト見ていきましょう。敵の編成がガンダムバエル、そしてライジングフリーダムガンダム。開幕はコンティオ戦隊と連携して、おなんかビームが当たった感じが。コンティオね N サブのショットクロー飛ばしも普通に強えんだよな。どっちも非常に優秀なアシストを恵まれている部下に、さあバエルにちょいちょいダメージを与えつつといった感じで、こちらの大型のショットクローも飛ばしながら、さあ詰められてしまったが殿下の宝刀前特角、まあ、おばひで食らってしまって、なんかいろいろと気まずい感じではあるが、ダウンまで持ってかれてしまった。さあバエルを見つつシャチャーで手堅くダウンを取ってといった感じ。ライフリもそろそろ減らしたいなといったところで、うおー特殊強え。ちらっとね画面端にバエルが着地しそうだったんで撃ってみたが、しっかり捉えてくれた優秀な武装。でも最初の方にね言った通り火力がね出ねえんすわ。これフルヒットで150とかそんなんだった気がすんだよな、まあ、だから余裕があったら、まあ、とりあえずねスタンで止めておいてビームで追撃、あわよくば前角ワンヒット特化化成とかね欲張れればいいっすねって感じだ。さて 2-on-1 の状況ではあるが、ここはね各チャー停滞してたのが
良くなかったな、なんか適当にライブ感でつけてしまったが、つけてなかったらね、特格のショットクロー格闘で暴れることができた、そこら辺はしっかりと見定めて、各社停滞しなければならない。さあこちら C 格持ってるんで、強気の横とくぶん回しまくってバイルを迎撃する。そこからライフリー、お互い連携してビームを合わせていく。さあ相方が落ちるところで、まあ言うてね、こちら300くらい残してて C 格もある、素晴らしいところだ。さあバエルが突っ込んでくるが、ここら辺もね、各チャライブ感で飛ばしちまってるからよくねえんだよな。だがここはバーストアタックにつなげていく。ショットクローを挟んで、そこからビーム、腕のビームも打って、最終的にはビームランチャー、まあ、カットされてしまったが、まあ、完走できたんでよし。あとはどれだけ落ちずに仕事できるかといった感じで、慎重に立ち回っていきたい。コンティオも呼び出しながらといったところで、まあ、ここからは本当に事故らないように、事故らないようにって感じですね。さあライフリが来るが、胸のビーム砲だが、相方もまずそうなのでしっかりカットしてあげる。まあ、そこら辺でもね、特殊の照射ビームが活躍するわけだが、ライフリのシールドブーメランぶつけられてからの特化火星で落ちてしまった。まあ、言うて相方2000なんで、コストオーバーでも耐久は400ある。だがバエルが来るが、リス位置が良かった。再び特殊のバリアブルランチャーでカットしてからのメインからの何かが当たった。コンティオの方の優先のショットクロスかね、バエル落として終了です。はい、というわけで以上が久しぶりのリグコンティオの視点でした。なんか久々にリグコンティオ触りてえなーってノリで、まあ、使ってみたんですが、思いのほかちゃんと強くてサクサクって動画撮れて助かったっすね。まあ、そんなわけで本日はここまでです。ご視聴お疲れ様でした。次回の永田にもご期待ください。